はい、午後も詰まってまいりました。今午後ですね3時半ですね、地下鉄のミリボッグという駅から20分ぐらい歩いて、この郊外を一人でテカテカ歩いて20分ぐらいですかね、途中モスクを越えてきました。それからその前にですね、大きなあの道路を地元の人に混ざって渡るんですけど、めっちゃ怖かったですね。すごい驚いでした。まあ、なんとか生き延びてここまで来たんですけど、この先に何があるかというとですね、おそらくタシケントで唯一なんじゃないかと、今のところ目を皿のようにして Google マップを見た中ではタシケント近郊では1個じゃないかというですね、なんと5サロが出てきますので、こんなタクシーも取らずに歩いてきちゃいました。バカですね。本当にタクシーアプリもね、入れるのね忘れて、もうこの後が思いやれる感じですけど、まあ、とりあえず場所行ってみましょう。はい、再び宇崎雄です。こんにちは。ですね、あの後どんぐらい離れてるのかなと思ったのびっくりだったんですけど、見てください、実はもうここが五差路です。しかしですね、この後ろ、これは未舗装の道路になってまして、なんか思ったより違うなと思ってます。困ったねー感じですね。で、あそこにやっぱモスクがあるんですね。あ、五差路、車が来ましたので渡りましょう。まあ五差路にはなってます、五差路にはなってますけど、ちょっとイメージ違いますね。ここでちょっと考えます。地元の人がちょっと睨むとですね、結構怖いなーって感じですね。この五差路で、はい、何やってんでしょうね、こんな東洋人が。危ないですね、この辺で。ということで、五差路訪問はこれにて終了。落ちてきた。